今回はジップエア西田社長の一日に密着。社長は一体どのような一日を送っているのでしょうか。初公開です。まずはじめに西田社長とはどのような人物なのかご紹介していきます。午前9時、大きな袋を抱え出勤。袋の中身はなんと社員用のお菓子。社員同士のコミュニケーション促進の一環として設置されたそうです。西田社長、いつもありがとうございます。お菓子をいただきに続々と社員がやってきました。いつもありがとうございます。今日の西田社長のスケジュールはご覧の通り、実に多忙だ。各チームが責任を持って仕事をしてくれているため、ジップや設立当初と比較すると業務量の負担が軽減されたそうだ。これからどちらへ向かわれるんですか？これからロサンゼルス便のチェックインが始まったので、カウンターのお手伝いと、あとゲートのお見送りに行ってきます。お客様と仲間を飛行機が見えなくなるまで見送ります。はい、我々ジップエアはオンラインでの航空券の販売が主ですので、お客様お会いしようと思うと空港のチェックインカウンターとか搭乗ゲートにお見送りに行く機会ぐらいしかないものですから、お客様のお顔を拝見してお話ができればなと思うのが一つで、もう一つは現場にどんな改善のヒントがあるかなと思って、毎日カウンターあるいは搭乗ゲート、到着ゲート、これをうろうろしています。おかげさまでいろんなヒントをもらって、それを改善につなげた事例もございますよ。最低でも1便、遠い時は外の便、3便すべてカウンターの手伝いをしてくださいます。この中なのでどうしても渡航書類の確認時間を取ってもらうと、その時もお客様と西田社長がお話をしてくださっているので、お話しすることなく雰囲気も仲良くなまま手続きできるのでとても助けられています。一日のミーティングの平均回数は 3,4 回だそう。ミーティングといった改まった形も必要だが、雑談の中で方向性を見出していくことのできるオフィス環境を維持したいと西田社長は語る。すべての業務を終わらせ退勤。お疲れ様でした。この動画を楽しいと思ってくださったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。